ついにプロ野球ファンの待ちに待ったペナントレースが始まりました。12チームによる日本一を目指す戦い、今日から始まっています。東京ヤクルトスワローズはここ神宮球場にタイガースを迎えての開幕戦となります。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ小宮山さん、開幕ということで球場の緊張感、この放送席まで伝わってきてますよね。そうですね、もう本当に、まあ、始まる前からみんなワクワクしながら、そういう特別な日ですからね。そうですよね、そんな大事な一戦がスタートします。まずはスワローズのエース小川が神宮球場のマウンドに上がります。この開幕戦をどちらが取るか、両チームにとって大きな運命の分かれ道です。さあペナントレース開幕です。今セントラルリーグ公式戦、記念すべき開幕戦のプレーボールがかかりました。この初戦の出来、今シーズンどのような戦い方を両チームがしていくのかというのも注目です。初球見送っています。高めはボール。アウトコース打ちました。この打球はフライになっています。エスコバー抑えてワンアウト。今日これがプロ入り初打席となる松永。小川、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上小川、そしてキャッチャーは中村。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略していくか。インコース空振り。バッター村上、一塁そのまま入ってアウト。今日これがプロ入り初打席となるバース。ツーアウトランナーありません。緩いボールがコーナーに決まります。ストライクです。外への変化球外れました。低いところへ決めてきました。ワンボールツーストライクです。変化球で空振りを取ります。スリーアウトチェンジ。バッターは3番山田。フォアボールのランナーが出ています。さあまず1球目、今のは打てば長打になりそうなボールでしたよね。そうですね、ここはゴロを打たせるようなボールには気をつけたいですよね。なるほど、そうですね。バットに当たりません。三振。ツーアウトになっています。バッターボックスは4番村上。ツーアウトランナー一塁です。初球打ち、弾き返した打球はライトへ。ここは打ち上げています。バース掴んで3アウトです。ランナー出ましたがスワローズ得点には至りませんでした。小宮山さん、スタートダッシュを決める、これも重要なことですよね。そうですね、大事なことですよね。戦い方に余裕を持てるようになりますからね。本当にそうですよね。インサイド変化球決まっています。外を狙っていきました。ノーボールツーストライクです。変化球空振り、ワンアウトです。今日これがプロ入り初打席となる石峰。小川、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。打ちました、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、伸びて入った、ホームラン、先制ホームランです。タイガース、プロ初打席で名刺代わりの一発。初球でした。打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。スワローズ先制を許します。1対0。フォークが真ん中に行ってしまいましたね。はい、ご覧いただきましょう。スタンドまで運ばれてしまいましたホームランです。完璧に捉えられてましたよね。ホームランが飛び出して先制点を奪われています。今日これがプロ入り初打席となるオマリー。スワローズこの回先制点を与えています。
小宮山さん、先制されてしまったわけですが、まあここからですよね。この後は持ち直したいですけどね。そうですよね。ここからはきっちりと抑えたい。打った、これもいったか、伸びていく、どうだ、入れば、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。プロ初打席で名刺代わりの一発。真ん中に入ってしまったストレート、しっかりと引っ張られたあたりはフェンスを越えてしまいました。スワローズ追加点を許します。2対0になりました。ここで一発を浴びてしまいました。ライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミング合ってましたからね。この序盤戦さらにリードを奪われます。今日これがプロ入り初打席となる真由美。スワローズ先制点を許す形となっています。インサイド決まっています。次が2球目、ファウルです。次もスライダーでいいかもしれませんね。なるほど。変化球で空振りを取ります。今日これがプロ入り初打席となる和田。ツーアウトランナーありません。初球大きく外れています。引っ張った、この打球は落ちるか、どうだ、ワンバウンドヒットになりました。プロ初打席で初ヒット。ツーアウトランナー一塁。さあ追加点のランナーを一塁に背負います。そしてバッターはピッチャーの西。失敗したら次回ピッチャーからの打順になりますから。ファーストランナースタート、キャッチャー二塁送球する、滑り込んでアウト、盗塁失敗。しかしこの回タイガース2本のホームランが飛び出しました。2対0タイガース先制です。先発の西がバッターボックスです。まあ打たれてはいけない相手ですからね、しっかり抑えたいですね。そうですね。初球は際どいところに来ました。ストライクです。入れてきました。ノーボールツーストライク。さあ外してくるのか。アウトコース打ちました。ショートが取る。アウト、ワンアウト。打順はトップに帰ってキース。先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。まずはワンアウトを取っています。初球空振りです。ここはストライクからボールになるような球がいいですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。打ちました、高く上がった、センターバック、センターバックする、センターオーバー。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。これがプロ入り初ヒット。ワンアウトランナー二塁となりました。さあスワローズ得点圏にランナーを背負った場面です。ここはきっちり抑えて次の回につなげていきたいですね。なるほど、そうですね。まあそしてこのバッターは逆方向にも打球が伸びてくるので配球には注意が。2球目打ちました。ここはフライになっています。セカンドが落下点に入ります。山田が掴んで2アウト。さあそしてバッターボックスにはバース入っています。さあ2アウトながらピンチは続きます。まあこの点差を保って攻撃に移りたいですから、ここもしっかり切り抜けたいですね。なるほど、そうですね。打ちました、高いバウンド、ショートゴロ、取った、一塁へ、一塁アウトで3アウトチェンジです。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。小宮山さん、序盤での失点です。ただエースですからまだ期待は持てそうですよね。まあそうですね。ただこれ以上点をやると厳しくなるかなという感じしますけどね。確かにそうかもしれませんね。打ちました、キャッチャーが落下点に入ります。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。接戦の中でホームランを浴びています。先ほど捉えられたボールは配球表でご覧ください。これが1球目、高めの変化球から入りました。真ん中へ、あっという間に2ストライクです。ファウルになります。まあここはバッターの狙いが読めていれば勝負してもいいですよ。なるほど、そうですか。またファウル。低めの変化球です。次が7球目、ドカーンと大きな当たりです。高く上がった、入った、ホームラン、
ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。追い込んでからの変化球でしたが、きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。スワローズ追加点を許します。3対0。これだけ粘られた挙句ホームランを打たれたらピッチャーたまったもんじゃないですね。はい、ご覧いただきましょう。スタンドまで運ばれてしまいました。この後の投球に影響が出てしまうんでしょうか。完璧に捉えられてましたよね。試合中盤徐々にリードを広げられています。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあ、そうですね、一発が怖いですから、やはり低め中心のピッチングになると思いますね。なるほど、どういった攻めを見せてくるか。真ん中打ちました。フェアかファールか、わずかに右に切りました。ファールボール。外へのボールは入りません。さあ3球目は何か。引っ張った、取りました。アウト。これはチームの士気を上げてくれるようなプレー。いい動きでした。走り込みながら見事にキャッチ。ここは素晴らしいプレーが飛び出しました。バッターは7番真由美。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね、はい、2アウトランナーありません。バットが動きませんでした。外低めのボール、ワンボールツーストライクと追い込みました。切れていきます。ファウル。打ちました。ショート取った。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。3対。さあ一塁にランナーを出していきます。バッターボックスには村上、そして一塁ランナーは俊足の山田。おそらく走ってくるでしょうね。ああやはりそうですか。インサイド変化球決まっています。得意のボールでストライクを取りました。一塁はセーフ。インサイド、打球はセンターへ。この打球はフライになっています。センターが取りました。ツーアウトです。バッターボックス雄平、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトになっています。ここはランナーは気をつけないといけませんよね。ピッチャー引っ張った、ボテボテ。ファーストが前に出る。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがスワローズ得点には至る。バッターボックス和田、まあ、ここはさっき打たれたカットボールの使い方は考えなければいけませんね。そうですね、そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。打った、センターに強い打球。ぐんぐん打球が伸びている。伸びて、ボールはそのままフェンスに直撃。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。さあバッターボックスには先発の西が入っています。ここは白星もかかってますし当然行くでしょうね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。高め打ちました。このフライはどうだ、落ちるか。レフトが取りました。さあそして打席にはキース入ります。さあアウトカウントが一つ増えましたが得点圏にはランナーが残っています。まあこのままの点差で回を追われるようにしっかり。初球打ち、打球はライトへ。ここは打ち上げています。ライト掴んでツーアウト。まあこれで少し楽にはなりましたよね。まあただ次は怖いバッターなんでね、バッテリーも十分に警戒した方がいいでしょうね。その警戒すべき松永バッターボックスです。2球目は何で来るか。引っ張った、取った。一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。さあランナーを一塁に置いています。バッターは太田。ここはエンドランを仕掛けるのもありですよね。さあランナーをどう生かしてくるか。ここは中途半端なバッティングでゲッツーなんてことにならないようにしたいですよね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。変化球空振り、ワンアウトです。さあ一塁ランナーを返して点差を縮めていきたい場面です。バッターボックスには中村、そして塁上にはエスコバー。
インコース詰まりました。ここはフライになっています。セカンドが構えます。掴んでツーアウトです。さあツーアウトながらランナーを一塁に置いています。そして打席にはピッチャーという場面です。ここはピッチャーの打席なんで普通は走ってこないですよね。はい、ここはクイックがうまいピッチャーなんでそれを計算に入れて盗塁しないといけないですよね。ああそうですね。これが4球目。見逃し三振。スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがスワローズ得点には至りませんでした。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。2回の攻撃ワンアウトランナーなしから迎えるは5番石峰。その初球でした。スワローズ一振りで先制点を奪われます。さらに続きます。ワンアウトランナーなしから6番バッターオマリー、2球目しっかりと捉えました。スワローズ1点を追加されます。4回の表ワンアウトランナーなしから5番石峰、勝負に来たところを捉えました。スワローズ1点を追加されます。神宮球場からお送りしていますゲームは6回の表に入ります。タイガース打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターはバース。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。スワローズビハインドで迎える6回です。落ちるボールはこれは外れています。アウトコースファウル。スリーボールツーストライクフルカウントになっています。引っ張った、高いバウンド、ファーストが取る、アウト、ワンアウトです。バッターボックスは4番掛布。先ほどの打席はファールフライに倒れています。小川まずは先頭バッターを打ち取っています。初球打ち、この打球はフライになっています。取ってツーアウトです。接戦の中でホームランを浴びています。先ほど捉えられたボールは配球表でご覧ください。アウトコース見送ってストライクです。打ちました、高いバウンド、ショート前に来るエスコバー。これで3打数3安打の猛打賞。ツーアウトランナー1塁。スワローズここでピッチャーが変わります。スワローズベンチとしてもできればこの、さあマウンドに上がったのは中尾、今シーズン初登板です。これが初球。走ってきませんね。ノーボールツーストライクです。ランナースタート切ってきません。ファウルになります。ワンボールツーストライクです。体に近いところフルカウントです。さあこれで決まるのか。粘ります。8球目は何で来るか。あっと外れた、フォアボールを与えます。スワローズここでピッチャーが変わります。右バッターが続く場面でマウンドに上がったのは大下。さあスワローズ得点圏にランナーを背負った場面です。この後反撃していく上でもここはきっちり抑えないといけない場面ですよ。そうですよね。まあただこういったプレッシャーの中で力を発揮しきれない場面も見受けられますから自信を持って投げてほしいですね。はい、さあここはしっかり抑えたいところ。切れていきます、ファウル。バッテリー後がなくなってきました。打ちました、いい当たりだ、レフト追う、センター追う、頭上ぐんぐん打球の入った、ホームラン、スリーランホームランが飛び出しました。これがプロ入り初のホームラン。低めのボール打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。スワローズ追加点を許します。6対0になりました。ここで一発を浴びてしまいました。その差一気に6点と突き放されました。警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。これはきつい一発ですよね。点が入りました。リードを広げられています。
打席には8番バッター和田。今日はここまでマルチ安打を記録しています。いや今度こそ抑えないといけませんね。もう投げるところがないと。真ん中打ちました。ヒットになった。これで3打数3安打の猛打賞。ツーアウトランナー1塁。今日これがプロ入り初打席となる亀山。小宮山さん、このピンチは抑えなければなりませんよね。まあ、これ以上点をやれないですからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。いきなり牽制、ランナー挟まれた。セカンド送球アウト。最後は誘い出されてチェンジ。小宮山さん、開幕戦に戦力を万全の状態に整えることは難しいですし、チームとしても多少不安定な状態でもありますよね。まあ、そうですね、万全の状態でシーズンインというのはなかなかできないことですし、まあ、調子がいい。インサイド落ちました。これはどうだ。アウト、ワンアウト。打順は1番に帰ります。バッターヒース。先ほどの打席はライトフライに倒れています。いや、アウトにはなりましたけど、いい当たりでしたから、ここは注意した方がいいですよね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。ファウルになります。まあ、ここは抑える自信があるなら勝負してもいいですよ。はい、低めの変化球は決まりません。三振を取りました。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、怖いバッターというイメージがありますけど、逃げると逆にやられますから、強気で攻めるピッチングでいいと思う。引っ張った。これはどうか。取った。これがプロ入り初ヒット。ツーアウトランナー一塁。3番バッターバース。今日はまだ当たりがありません。ヒットでランナー走ってきた。キャッチャー送球して盗塁成功。まあ、得点差がありますから、バッターを打ち取ることに重きを置いていればいいですね。なるほど、そうですか。次が3球目。打った。センターに大きな打球、伸びていく。どうだどうだ。追いかけますが頭を越えました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは2塁でストップ。タイガース1点追加します。右中間へのタイムリーヒット。7対0スワローズ、なおもピンチです。バッターボックス掛布。まあ、スワローズとしては最後まで諦めないためにも、ここでしっかりと抑えないといけませんよ。なるほど、そうですね。まずはストライク。これは見送ってボール。3球目は何で来るか。落としてきた。しかしバットは止まっています。インサイド落ちました。これはどうだ。大下一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガース8回の表、タイガースの攻撃。バッターは5番石峰。今日はここまでホームラン2本を含む猛打賞を記録しています。いや、ちょっと今日はタイミングが合ってしまってますね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。スワローズ厳しい展開で8回を迎え、変化球空振り。まず一つアウトを取りました。バッターボックスは6番オマリー。前の打席ではフォアボールを選んでいます。大下、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。これが3球目。ここは厳しいところに決められないと危ないですね。なるほど、さあどう。打ち上げました。この打球はフライになっています。4球目打っていきましたが、ツーアウトとなっています。打席には7番バッター真由美。まあ、ここはさっき打たれたスプリットの使い方には注意したいですね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。ボールですか。はい、ストレートわずかに外れてボール。大きく外れました。打った。山田抑えて3アウトチェンジ。この回タイガース3人で攻撃を終えています。7対0タイガース大量リードしています。打順はトップに帰って坂口。今日はまだ当たりがありません。ヒットでランナーを1塁に置いています。いいところへ決まります。ノーボールツーストライク。ここもファールです。
打ちました。高いバウンド、サードゴロ、掛布一塁送球します。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。これから9回タイガースの攻撃です。さあ小宮山さん、だいぶ厳しい展開とはなっているんですが、開幕戦最終回となりました。いやもう本当最後ですからね、もうあとはゼロで抑え。打ちました。高いバウンド、セカンド取った。これで4打席連続のヒット、ノーアウトランナー1塁です。バッターは途中からマウンドに上がっている桑田、ヒットでランナーを1塁に置いています。1塁牽制セーフ。インコース決まってストライク。ランナースタート、キャッチャー2塁送球する、タッチアウト、盗塁失敗。打ちました。山田、ツーアウトになりました。打順は1番に帰ります。バッターキース、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもねきっちり抑えたいですね。そうですね。ツーアウトランナーありません。ボールになります。ワンボールツーストライク。さあ4球目は何か。打った、打った瞬間確信したか、ぐんぐん打球が伸びて突き刺さった、ソロホームランが出ました。これがプロ入り初のホームラン。追い込んでからの変化球でしたが、ジャストミートされた打球はフェンスを悠々と越えていきました。スワローズ追加点を許します。8対0。フォークが真ん中に行ってしまいましたね。はい。2番バッター松永、先ほどの打席は俊足を見せつけての内野安打でした。際どいコースに送ってストライク。危ない球です。ナイスコースですよね。はい、低めのストレート、ストライク。ワンボールツーストライクです。打ちました。センターへ打球伸びる、ここは打ち上げています。青木が掴んでスリーアウトです。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。打席には5番バッター雄平、今日はまだ当たりがありません。前の打席はタイミングが取れてない感じでしたよね。今度はやり返さないといけませんよ。2球目打ちました。内野フライ掴んでアウト、これで3アウト、試合終了です。残念ながらヤクルトスワローズ敗れてしまいました。小宮山さん、ホームでの開幕戦残念な結果となってしまいましたね。まあそうですね、今日負けましたけどね、まあ明日もありますから期待したいと思います。はい、選手たちには切り替えてほしいと思います。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のヤクルトスワローズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のようにセントラルリーグ開幕戦はヤクルトスワローズ敗れてしまいました。よく晴れた天気になりました。神宮球場からお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、東京ヤクルトスワローズ対阪神タイガースの2回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。小宮山さん、ご自身のプロ初先発のマウンドというのはいかがでしたか。いや、これはね、相当緊張してましたね。もう右も左も分かんないような感じでしたね。なるほどね。まずはスワローズの先発石川が神宮球場のマウンドに上がります。相手がルーキーですから、当然負けるわけにはいかないというプライドがあるでしょう。小宮山さん、
小宮山さんが現役時代投げやすい球場、投げにくい球場っていうのはあったんですか？広い球場は投げやすいです。ホームラン打たれるのだけは嫌でしたから。そうですよね、はい、球場の広さ小宮山さんは気になったようです。打った、高く上がった、レフトが下がっていく、下がっていく、入った、先制ホームランです。タイガース、スワローズ初回いきなり先制弾を浴びました。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。スワローズ先制を許します。1対0。いやー、これは失投でしたね。そうですね、レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミング合ってましたからね。いきなりの先頭バッターホームランで先制点を奪われました。バッターは2番に入っている松永。スワローズ初回から先制点を許す形となっています。小宮山さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました。まあ、ピッチャーの立ち上がりは精神的にも不安定なこと多いですから。そうですよね、ここからはきっちりと抑えたい。危ない球です。さあ3球目は何か。真ん中打ちました。ファウルグラウンドで掴んでワンアウトです。打順は3番バース。ワンアウトになっています。さあ初球は何か。切れました、ファウルボール。変化球タイミング合いません。あっという間に2ストライクです。これもファウル。次が4球目。惜しいですね。はい、変化球わずかに外れてボール。変化球で空振りを取ります。バッターボックス掛布、昨日のゲームでは無安打に終わっています。2アウトランナーありません。初球打ち、大きな打球になった。これはどうか、センター深いところを破っていきました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは三塁まで進みました。これがプロ入り初ヒット。2アウトランナー三塁。ここはバッターが勝りました。うまく打ち返されています。いやー、ちょっと慎重になりすぎてましたよね。さあそしてバッターボックスには石峰入っています。さあ得点圏にランナーを背負った場面です。序盤でリードされている分ここは離されないようにしないといけませんよ。なるほど、そうですね。初球打ち、サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、2対0になりました。スワローズこれで2点ビハインドとなりました。抑えたかったんですがタイムリーが出て追加点を奪われています。まあ、踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。立ち上がりを攻められています。バッターボックスオマリー、昨日のゲームは見事なホームランを放ちました。スワローズ初回から相手打線に捕まっています。初球は何で来るか。走ってきませんね。打った、伸びていく、どうだ、入れば貴重な追加点、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これがチーム2本目のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。スワローズ追加点を許します。4対0。ここで一発を浴びてしまいました。ライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミング合ってましたからね。またしても点を入れられてしまいました。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあ、そうですね、やはり長打は避けたいですから高めを少し見せつつも要所は低めを攻めることになりますね。なるほど、そうですか。まず何を投げてくるか。初球ストライク、変化球は外、ノーボールツーストライクです。打ちました、打球はレフトへ。ここはフライになっています。坂口が掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース2本のホームランが飛び出しました。4対0。
タイガース先制です。打席には3番バッター山田。フォアボールのランナーが出ています。一塁はセーフ。初球は何から入ってくるか。これが2球目。キレがありますね。ノーボールツーストライク。変化球空振り。最後はさあまず1球目。あそこは手が出ないでしょうね。アウトローの変化球キレがあります。あっという間にツーストライクです。変化球空振り。アウトコースへ丁寧なピッチングで三振です。あそこは打ってもまず長打にならないコースですよね。はい。2回に入ります。タイガースの攻撃。8番バッター和田。昨日のゲームで4安打を記録しています。さてスワローズの先発は石川。昨シーズンは8勝を挙げています。ストライクになります。ノーボールツーストライクです。3球目打ちました。さあどうだ。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。これが1球目。ちょっとタイミングはずれました。打ちました。ファウルになります。大きく外れました。あっと反らしている。ボールを拾ってノーアウトランナー三塁です。ここで大きなミスが出てしまいました。空振り。ここは空振りでアウトを取りました。ワンアウトです。こういう場面で初球からストライクを入れられるのは自信があるからでしょうね。なるほど。インサイド落ちました。この打球は落ちるか。どうだ。ヒットになった。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット。5対0。スワローズもうこれ以上点はやれません。2番バッター松永。ファーストランナースタート。キャッチャー送球してセーフ。盗塁成功。まあこの点差ですからランナーよりもバッターに集中でいいと思います。2球目打ちました。この打球はフライになっています。石川が掴んで2アウト。バッターボックスは3番バース。まあスワローズとしては序盤からこの点差ですからもう1点もやれないですよ。なるほど。そうですね。初球打ち。ここは打ち上げています。取って3アウトです。しかしこの回タイガース1点を追加しています。5対。バッターボックスエスコバー。まあ大量ビハインドですけどまだ序盤ですからコツコツ返していけばまだまだ。引っ張った。ショートゴロ取った。一塁へ送ります。アウト。ワンアウトです。1点返しましたヤクルト。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている中村。昨日のゲームでは無安打に終わっています。初球打ち掴んで2アウトです。ファーストランナー飛び出している。さあ2アウトからランナーを出していきます。そしてバッターはピッチャーの石川。まあ代打で勝負をかけてもいいと思いますけどね。はい。そのあたりベンチはどう見ているんでしょうか。変化球空振り。3アウトチェンジ。しかしこの回スワローズ点差を縮めていきます。小宮山さん、序盤から点差を離される展開となってしまいましたね。ちょっときついですよね。この追いかける展開っていうのはなかなかね、自分たちの野球できませんからかなり厳しいですね。そうですよね。低め、落ちるボール決まりました。ノーボール、ツーストライク。痛烈な打球、スタンド一直線、入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。これがプロ入り初のホームラン。追い込んでからのストレートでしたがきっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。4番に一発を浴びてしまいました。その際一気に5点と突き放されました。ご覧いただきましょう。スタンドまで運ばれてしまいましたホームランです。
完璧に捉えられてましたよね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。打順は5番石峰。まあここはさっき打たれたシュートの使い方には注意したいですね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。初球空振りです。改めてお聞きします、バッターの石峰どういうバッターなんでしょうか。インサイド落ちました。これはどうか。取りました。アウト、ワンアウト。バッターは6番オマリー。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。やられてしまいましたね。はい、ワンアウトランナーなし。この球は外れています。ファウルになります。ワンボールツーストライクです。真ん中打ちました。切りました。ファールボールです。打ちました。ライトへ打球伸びる。ここはフライになっています。ライトが取りました。ツーアウトです。打順は7番真由美。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。打球自体はいい当たりでしたから、ここは慎重に行った方がいいと思いますね。はい、そうですね。ツーアウトになっています。打ちました。高く上がった。この当たりはどうか。センターオーバーのヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。ツーアウトランナー二塁。打順は8番和田。まあスワローズとしては序盤からこの点差ですから、もう1点もやれないですよ。なるほど、そうですね。さあ2球目は何か。打ちました。セカンドゴロ。山田一塁へ。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。先発のダルビッシュが打席に入ります。相手はピッチャーですから確実にアウトを取らないといけませんね。そうですね。ファウルになります。2球目打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。これがプロ入り初ヒット。ノーアウトランナー一塁です。打順はトップに帰ってキース。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや、さっきはやられてしまいましたけども、はい、しっかりと抑えておきたいですね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。さあ外してくるのか。この球は外れています。まあ次は釣り玉でもいいですね。なるほど。さあ何をせん。見逃して三振になります。ワンアウトです。バッターボックスは2番松永。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。初球打ち、高い打球、レフトが追いかける、追いかける、入った、ホームラン。ツーランホームランが出ました。これがプロ入り初のホームラン。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。スワローズ追加点を許します。8対1。フォークが真ん中に行ってしまいましたね。はい、バッターボックスバース。初球は変化球から入りました。インコースに持っていきました。あっという間に2ストライクです。打ちました。ライト下がっていく、下がっていく、入りました、ホームラン。ソロホームランが出ました。これがプロ入り初のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。9対1。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターは4番掛布。まあ前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。エスコバー抑えて2アウトです。バッターボックスには5番石峰。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。2アウトランナーありません。この試合は先発野手全員安打を達成しています。小宮山さん、ちょっと打たれすぎですよね。もうちょっと何か対応できたと思う。打ちました。これは浅いフライ。このフライはどうだ、落ちるか。ヒットになりました。今日もマルチヒット。2アウトランナー1塁。打席には6番バッターオマリー。今日はホームランを放っています。いや、アウトにはなりましたけど、いい当たりでしたから、ここは注意した方がいいですよね。そうですね。タイガース、この回7人目のバッターになります。引っ張
ッター。ファーストを取った。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。5番バッター雄平。いや、さっきのスリーベースは見事でしたね。ここもインサイド落ちました。これはどうだ。二塁送球、セカンドホースアウト。打順は6番エスコバー。先ほどの打席で打点を挙げています。ゲッツー崩れでランナーは残っています。変化球空振り、あえなく三振です。バッターボックスには7番太田。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ツーアウトランナー一塁です。インコース決めました。ノーボールツーストライクです。ファウルになります。見逃して三振になります。スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがスワローズ得点には至りませんでした。これから5回タイガースの攻撃です。小宮山さん、ここから逆転するためにもこの回はぜひゼロに抑えなくてはいけませんね。まあそうですね、もうこれ以上点をやったらもうゲーム壊れますんでね、最後の踏ん張り、その食い止めることができるんでしょうか。打ちました、いい当たりだ。打った瞬間確信したか、突き刺さった。ソロホームランが出ました。これがチーム6本目のホームラン。三塁回って今ホームイン、10対1。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。バッターボックスは8番和田。セカンド和田。最初は変化球できました。ノーボールツーストライク。これは3球目打っていきましたがファウルグラウンドへの当たりでワンアウトです。打ちました、ヒットになった。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。打順は1番に帰ります。バッターキース、今日は盗塁を決めています。ヒットでランナーを一塁に置いています。インハイ決まります。打ちました、取った、二塁を送ります。二塁アウト。バッターボックス松永、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。打たれてしまいましたね、はい、走ってきた、キャッチャー二塁送球する、盗塁成功です。まあ得点差がありますからバッターを打ち取ることに重きを置いていればいいですね。なるほど、そうですか。これは変化球、大きく外しています。さあ5球目は何か。インサイド落ちました。これはどうか、取った、一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。10対神宮球場からお送りしていますゲームは6回の表に入ります。タイガース打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バース、バッターボックスに入ります。先ほどの打席でソロホームランを放っています。やられてしまいましたね、はい、スワローズ厳しい展開で6回を迎えています。ジャストミート、ライト下がっていく、下がっていく、そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン、11対1。フォークが抜けてしまいましたね、失投ですね、はい、打席には4番バッター掛布。これが初球、初球わずかに外れてボール、低めの球ストライク。次が3球目、打ち上げた、浅いフライ、ここは打ち上げています。変化球を打っていきましたがワンアウトとなっています。バッターボックスは5番石峰、先ほどの打席でヒットを放っています。ワンアウトになっています。しっかり捉えた、これは大きい、伸びていく、ヒットになりました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。
バッターランナーは二塁到達。これで2試合連続の猛打賞、ワンアウトランナー二塁となりました。初球打ち取ってツーアウトです。7番バッター真由美、先ほどの打席でソロホームランを放っています。打たれてしまいましたね。はい、ツーアウトになって打ちました。いい当たりだ。左中間に強い打球、レフト入った、ホームラン、ツーランホームラン。これで2打席連続のホームラン。初球でした。打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。スワローズ追加点を許します。13対1。ここで一発を浴びてしまいました。8番バッター和田、セカンド和田、これも初球打ち、これは浅いフライ、この打球は落ちそうだ、ヒットになった。これで2試合連続のマルチヒット。2アウトランナー1塁。バッターは今日の先発ピッチャーダルビッシュ。前の打席はいい当たりのヒットでしたから、注意が必要なバッターだと思いますね。そうですね、今日これがプロ入り初打席となる八木、まあ、少しでもリードを大きくしたいですよね。初球空振りです。切れていきます、ファウル。インサイド落ちました。これはどうだ、一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。打順は4番村上、前の打席ではフォアボールを選んでいます。フォアボールのランナーが出ています。2球目打ちました。この打球はフライになっています。ファーストが構えます。オマリー掴んで2アウト。バッターボックス雄平、先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。2アウトになっています。空振りになります。インコースファウル。4球目は何で来るか、低めは外れました。変化球空振り、スリーアウト、チェンジ。ランナー出ましたがスワローズ得点には至りませんでした。西さん、こういった試合は流れを引き戻すというのは簡単なことではないですよね。いや本当ですね、まあ、精神的にきつい試合になってしまいましたね。そうですよね。あっという間に2ストライクです。打った、山田取って、これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー1塁です。ピッチャーの状態ですが若干きつそうにも見えます。小宮山さん、どうご覧になりますか。まあ、疲れという面ではちょっと気になりますけどね。ああ、なるほど、ベンチはこれをどう判断するかですよね。セーフ。さあ初球は何か、ランナースタート、キャッチャー送球して滑り込んでアウト、盗塁失敗。低め外れました。3球目は何で来るか、外、これはボール。低めは外れました。3ボール2ストライク、打ちました、浅いフライ、ここはフライになっています。6球目打っていきましたがライト。バッターは3番バース。まあ、今度は失投を打たれるようなことは許されませんね。なるほど、さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。次が2球目、今の球には手を出しませんでした、ストライクです。ノーボール2ストライクです。変化球空振り、3アウト、チェンジ。この回タイガース結局3人で攻撃を終えています。これから8回タイガースの攻撃です。さあマウンドを任されたのは大下、今シーズン2試合目の登板です。昨日のゲームでは2イニングを投げています。初球打ち、センター下がっていく、下がっていく、どうか、ボールはフェンスまで到達しました。バッターランナーは2塁まで進みました。これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー2塁です。
打ちました。痛烈な打球、左中間に大きな打球、レフト入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これがチーム9本目のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。スワローズ追加点を許します。15対1。ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックスには6番オマリー。今日これがプロ入り初打席となる新庄、まあ、少しでもリードを大きくしたいですよね。インサイド変化球決まっています。ファウルになります。今のはちょっとヒヤッとしましたね。はい、そうですね。打ちました。これは浅いフライ。この打球はフライになっています。積極的に行きましたがセンター掴んでワンアウト。バッターボックスは7番真由美。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。やられてしまいましたね。打ちました。これは大きい、伸びていく。これはセンターの頭上を越えていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これで4打席連続のヒット。ワンアウトランナー2塁となりました。バッターボックスは8番和田。先ほどのヒットはいい当たりでしたから、ええ、ここは注意しないといけませんね。打ちました。高く上がった。ぐんぐん打球入った。ホームラン、ツーランホームランが出ました。これがプロ入り初のホームラン。初球でした。きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。スワローズ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。ピッチャーに打順が回って6回から登板の島本がそのままバッターボックスに入ります。大きくリードしてますし、もう少し投げさせたいということでしょうね。そうですね。はい、今日これがプロ入り初打席となる亀山。亀山、バッターは亀山。初球は何で来るか。打ちました。プロ初打席で初ヒット。ワンアウトランナー一塁です。打順はトップに帰ってキース。先ほどの打席は俊足を見せつけての内野安打でした。タイガース、この回7人目のバッターになります。初球大きく外れています。打ちました。これはどうか。セカンド取った。2塁は無理。1塁送球アウト、2アウト。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、存在感のあるバッターですけども、逃げずに思い切って攻めていくべきですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。真ん中打ちました。高く上がりました。最後はファールグラウンドで掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。打順は1番に帰ります。バッター坂口、今日はまだ当たりがありません。引っ張った、弾き返した打球はライトへ。ここは打ち上げています。ライトが取りました。ワンアウトです。打順は2番青木。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ワンアウトになっています。ボールになります。高めに持ってきました。ワンボールツーストライク。見逃して三振です。打順は3番山田。前の打席ではフォアボールを選んでいます。ツーアウトランナー一塁です。これが3球目。打ちました。高いバウンド取った。一塁送球します。一塁アウトで3アウトチェンジです。ランナー出ましたがスワローズ。これから9回タイガースの攻撃です。小宮山さん、だいぶ厳しい展開とはなっているんですが、最終回になりましたね。いやもう本当最後ですからね。もうあとはゼロで抑えて引っ張った。村上アウト、ワンアウトです。今日はバッティング絶好調。この打席でヒットが出ればサイクル安打達成となります。いやあと残りがシングルヒットなんで、これは可能性が高いですよ。そうですか。さあこの場面でサイクルヒット達成なるんでしょうか。打ちました。いい打球だ。下がっていく、下がっていく、ぐんぐん打球入った。ホームラン、
ソロホームランが出ました。これが今日